んばんは。よいしょ、ちょっといきなりの配信になってしまったんですけど、ありがとうございます、来てくださって。こんばんは。ちょっと顔が乾燥する。こんばんは。ちょっと今日はコンタクトをつけていないので、ここからだとコメントが見えなくなっちゃうので、ちょっと距離近めの配信になっちゃうかもなんですけど、ご了承ください。ちょっと血色がなさすぎるのでリップ塗ります。変な塗り方。まちょっと待ってくださいね。まよし。こんばんは。なんか食べてる？食べてないです。今はリップを塗ってました。ちょっと唇が、てか最近冬になって乾燥がすごくて、私乾燥しちゃうと肌もすごい赤くなったり赤みが出ちゃったり、唇も乾燥しちゃうんですけど、今日は唇がすっごい乾燥しちゃいます。でも肌は赤くないです。ラッキー。よし、ね、冬が近づいてきてるから。そう、実は12月20日にリリースされる HKT48 の17枚目シングル「バケツをかぶれ」のタイトルと、あとはビジュアルが公開されまして、わーされました。斬新なタイトルですよね、バケツをかぶれって。私もちょっと待って、なんかあれに書きたいな。テロップ、これか。 H、 あ、でも HKT48 17スシングル。ちょっと待ってね。バケツをかぶれ。あ、ちょっと文字数が入らなかったんです。こんばんは。今日はノーメイク。今日はリップを塗ってます。だからね、すっぴんじゃないです。そう、タイトルがバケツをかぶれたんです。なんとびっくり。私も初めてこの題名を聞いた時、バケツをかぶれ、
なんでなんでって思いましたなんでなんでって思っちゃったくらい、なんかすごいインパクトある曲で、なんかね、なんかインパクトがある曲ってすごい覚えやすいから、なんかドキドキします。ゾワちゃんバケツ被るの似合いそう。どういうことどういうこと バケツ被ったことありますか。どう、いや、ちょっとどうでしょうどうでしょう。でも今回衣装が2つあって、1つが制服風の、あの衣装と、私は灰色の制服の衣装なんですけど、そして今日公開された制服が、あのデニム系、デニム地の、あの衣装で、そう、ちょっと12秒の衣装の色に似たっていうか、なんか爽やかな感じの衣装で、その制服の衣装も人によって柄が違うんですけど、今回の公開されたあのデニム地の衣装も、人によって柄と、あとはデザインが違うんですよ。私はグッチチとくるみさんとあいちーさんと私の4人同じ衣装です。もう本当に可愛いんです、衣装が。幸せでした。私はあのクマさん、あの全部クマさんじゃなくて半分クマさんの髪型にしました。私すっごい髪型を迷って、あのツインテールにしようかなって思ったんですけど、でもツインテールやるっていう方がたくさんいたので、ちょっとかぶるってしまうの申し訳ないなと思って、かぶらなそうで、かついい髪型なんだろうって考えたら、そういえばこの前クマさんヘアしたなと思って、クマさんヘアにしました。なのでお団子が2つついてるのが私です。新ビジュアルの、あの全員写ってる写真があるんですけど、それは一番左にいます。左でミナちゃんと一緒に座っています。ぜひ見つけてください楽しみですねバケツは被るけど髪型被らないようにしたのね。だってそうです、すごいすごい。そう、でもね、お話ししたいんです、バケツを被るの歌とか歌詞とかお話ししたいんですけど、まだ公開されてないのでちょっと早く公開されたら皆さんと語りたいなって思います。思うくらいなんかワクワクしてますじゃあミュージックビデオの雰囲気を見た時のリアクションもしますね。まだ見てないんですけど見てないんですけど、多分こういう感じだろうなっていうのを想像してちょっとリアクションしますね。はぁって感じですこういう感じです。だからぜひご期待くださいすごいなんかびっくり、あの結構桜みんなで食べたとかも結構インパクトが強い歌っていうか題名じゃないですか。だから結構バケツをかぶれもすごいびっくりして、でもねその分なんか印象にすごい残るから楽しみだなって思いました。そう、本当にミュージックビデオもすごい、なんて言うんだろうちょっと言っちゃいそうだな、ダメだダメだ、なんかおー
おーってなります。多分おーってなります。あね、どんな歌詞か気になる、気になる。私もなんかこの初めてその最初にタイトルが来たんですけど、その時になんかどんな歌詞だろうと思って、なんか結構歌にもいろんなジャンルがあるじゃないですか。恋愛とか、それこそ前回は君はもっとできるって、あのなんて言うんだろう、励ましというか応援ソング的な感じだったので、そういうジャンルもあれば、3-2 みたいな感じだったりとか、なんかいろんなジャンルっていうかタイプの曲が HKT48 にはあるので、どんな曲になるんだろうっていうのをすごい私も気になってたんですけど、歌詞を見てあーってなりました。いつね、歌が公開されるとか、ちょっとね、まだ公開されてないのであれなんですけど、今回のジャンルはバケツ？そうですね。今回のジャンルはバケツですね。新ジャンルですよね、だって。バケツを持ってる、バケツ？バケツが題名っていうか、にある歌って初めてなので、なんか不思議な気持ちですね、バケツ。確かに略称ってなんて言うんだろう。君はもっとできるは君できだったじゃないですか、略すると。タイトルにびっくりマーク入ってるからびっくりしそうな曲かな。でも確かにびっくり、確かにバケツをかぶるびっくりですもんね、タイトルが。もう私もドキドキして、あの前回のなんかあの君はもっとできるのを懐かしくて、そうグッズをちょっと持ってきました。ちょっと待ってね、懐かしいけど、私はこれが6期生っていうか6期生衣装で、あの自分の名前が入ってる衣装初めて着させていただくことができたんですけど、あのミュージックビデオっていうかの衣装に自分の名前が入ってるの初めてだったので、思い出深いです。なんかポーズがぎこちない、なんかって感じがする。ぎこちないよ。まあでもこれも思い出ですもんね。ね、懐かしいなと思って。それで言えばこんなグッズもあります。過去のグッズがね、探したらいっぱい出てきて、これ本当に ちょっとこれもあのスキスキスキップの衣装を着た時の衣装なんですけど、すごいなんかね、すごいね、懐かしい。ちょっとこれはいはい、まあでもこういうね、懐かしいなと思って本当に懐かしいけど、なんか昔の自分を見るとなんかちょっとあーってなりますね。ドキ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 する。そう、あの時は前髪がなかったので、君はもっとできるの時も前髪がなかったので、バケツをかぶれで今回初めて前髪がありますね、楽しみです。いや、
今日はご飯をいっぱい食べましたと言ってももうすぐ周年があるのでいっぱい食べるのは今日が最後なんですけど、いっぱい食べました。今日ご飯を2杯食べて、あとはピザとパスタを食べましたカルボナーラを食べました。そう、昨日はゆっくりすぐに寝て、もう寝ました寝ました。私本当に気を緩ませるというか、胃を緩ませたら気抜いたらすぐに本当いっぱい食べちゃうので、ちょっとね、あでも久しぶりに食べたので、まあ今日はいいかなと思って家族で食べましたさわちゃんがお腹いっぱい食べる動画 YouTube で見たい。私もマッシュアップガールズの YouTube の企画で、なんかたくさん食べる企画とかやってみたいなって思ってご飯食べる仕事は任せてくださいって感じなので食べたいです。でも嬉しい。あなんかよ、冬はピザマンも食べたくなっちゃうんですよ。だからね、もうでもね、ご飯は8時以降食べないって決めたんですだから8時以降食べると多分私の寝る時間的に消化してる、消化してる途中で寝ちゃう、なんて言うんだろう、なんか脂肪に変わりやすいくなっちゃうらしいので、ちゃんそこはちょっと意識してます肉まん、そう、私はもともと肉まんが大好きなんですけど、でも冬になるとピザも食べたくなります。だからどっちも好きなんですけど、でもそういえば君はもっとできるの撮影の時にケータリングにコンビニとかにあるような肉まんとかピザまん用の保温器みたいなのがあって、その撮影の時午前中とか何も入ってなかったんですけど、夜になったらなんかいい匂いがしてきて、なんだろうと思ったらピザまん、肉まん、あんまんとかいろいろな肉まんとかがたくさん並んできて、って思って食べましたなんか食べてもなんか全然まだたくさんあるから食べていいよってなんかスタッフさんが言ってくださって、でもその君はもっとできるの撮影の時寒かったんですけど、だから肉まんがすごいご褒美というかもう最高でした。あの時はしかもケータリングにおでんもあって、ちょっとじゃあちょっと秘密なんですけど、実は3回お帰りしました。秘密です、秘密ですよは酢醤油つけます。私はでもなんだっけ、もうお腹空いてもう酢醤油かけてる時間はないっていう時はもうかけずに食べます本当にねおでんは何の具材が好き？おでんは難しいな。でも王道の大根とか、あとは卵、もち巾着、あと椎茸かな。
きなのは絶対にこれは頼むっていうのはその4つですね私は。なんかもち巾着は食べた時になんか厚揚げっていうのかな、厚揚げ油揚げとなんかもち巾着の中にそのおでんのつゆが凝縮っていうかあの染み込んでて食べた瞬間にジュワって広がるんですよ。それが美味しすぎて大好きです。そうあのよくねメールの返信とかあとハッシュタグで私にご飯の写真とか送ってくださる方がいらっしゃるんですけど、でそれ本当に嬉しくて、あのダイエットとかしてる時に大食い系の ASMR とかを代わりに自分が食べた気持ちになって見ることが多くて、そうだからファンの皆さん、ファンの方がそうやってなんか美味しいご飯を食べてるとか食べた写真とか送ってくださるのは本当に嬉しいです。私も食べた気持ちになれるので。ちくわぶ食べたことありますか？ちくわぶ、あります、美味しいですよね。うん、おでんはいいですよね。冬は本当におでん様々です。そう食べたくなりそうになるんですけど、でもあの私は本当に見たらなんかはぁってなります。そうよく見るなんかその大食い系っていうかいっぱい食べる YouTube はあのー、好きなジャンルはあのクリームパスタ系の ASMR とあとわ待ってミルフィーユとか。そういっぱいおいしい音が聞こえてきて幸せな気持ちになります。本当でも食べ物の話し始めちゃったら一生食べ物の話しちゃうので私は。ちょっとよいしょ、すごいなんかハンちゃんのアイコンアバターかな。アバターの方がいる、指輪リングがハンちゃんになってる。嫌いな食べ物はありますか？嫌いな食べ物は本当にパッて思い浮かぶのなくて、何でも好きです。何でも好き。わトゥ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 、そうハンちゃんのアバターかわいい。かわいい、なんかココッペのもありますよね確か、ペって書いてるお目目がついてるアバターかわいい。トゥルルルチャララチャンチャララチャチャララチャ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 ン、この国中で一番美しい女は私以外に誰なんだ。一瞬新曲口ずさみ始めたのかと思ったって。
私は口ずさみません。ET の指輪はよくつけてる。ななちゃんが3人で ET 見なきゃって言ってた。そう、私 ET の指輪を持ってるんですけど、ななかちゃんがヒーローと私にお揃いって言ってプレゼントしてくれて、すごい隅っこ暮らしがたくさんありがとうございます。そうで ET の指輪をプレゼントしてくれて、私お気に入りで一生つけてるんですよ、もうずっとつけてて、レッスン中まで指輪つけていって、レッスン始まる前にテーブルの上に待機させるっていうルーティーンです。お気に入りすぎてずっとつけてます。昨日指輪つけて配信してたよ、見たかったそう、ET の指輪にもなんか種類があったっぽくて、なんか私がもらった指輪は絶叫する ET でなんかって感じな指輪なんですよ。でもノーマル ET があって、ノーマル ET がななかちゃんとヒーローヒーコパンがノーマル ET で、私がすごい気になってるのは赤ずきんかな、ズキン ET っていうやつで、なんか ET が赤いズキンをかぶってるんですよ。それがすごい興味深くてET は知ってますよ。ちっちゃい頃に養護保育園とか小学校とかで熱が出ちゃった時によくお家で映画を見てたんですけど、寝ながらその時に ET 見たことあります。うわもうちょっと私ミニチュア系のガチャガチャと、あと遊べるおもちゃの入ってるガチャガチャが好きなんですけど、この前じゃがりこパニックっていうのかな、じゃがりこをこうやってスタパカって開けて誰かのタイミングでじゃがりこが全部うわーって飛び出すおもちゃがあるんですけど、それのミニチュアバージョンが空港に売っててなんでなんでだ、聞こえてますか？今見えてるかな？ループしてる？なんで？あ、治った、よかった。どこまで聞こえてました？どうしよう、なんで止まっちゃうんだろう。なんか久しぶりに止まった気がするどこまで話しましたっけ私。あ、見えてるって、よかった。よいしょ、じゃがりこ、あ、そう、じゃがりこで、それを空港にガチャガチャがあって、ガチャガチャしたらチーズ味の赤いじゃがりこのやつがゲットできて、サーヤと遊びました。それでくしゃみ、そう、サーヤと遊びました、じゃがりこで違うよ、食べ物のじゃがりこじゃなくて、じゃがりこが飛び出るおもちゃで遊びましたあとね、こういうのも好きです。これたまごっちのミニチュアなんですけど、かわいい。私はあともう一種類持ってるんですけど、これはなんかかわいい、たまごっちです。こういうのも好きだし、ちょっと持ってきますね。ちょっと待っててください。ちょっと待って、足が痛い、ちょっと待って、足がしびれたのでちょっとちょっと待機しますね。
よし、ちょっと撮ってきます。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ。どこだっけ。よいしょよいしょ。ちょっとすごい言いにくいんですけど、多分空港に持っていたバッグを向こうの部屋に置いてきてしまって、ちょっとここの部屋にはないので、ちょっと次の機会にお見せします。なのでちょっとお詫びの私のアクスタを見てください。ちょっとまた次回。なんかね、私が持ってるお遊び系のやつはウノとあとなんじゃもんじゃのミニチュア、なんかこういうちっちゃいウノとなんじゃもんじゃと、あとなんかこうボタンがあるんですけど、こういうなんか四角いのがあって、それをこうやって1対1でボタンをこうやって押し合って、なんかポカポカするんですけどポカポカして、そのポカポカがこうなったらなんかガーンって取れるんですよ。その人形が取れちゃうっていうガチャガチャを持ってるんですけど、ちょっとまた次回お見せします。結構私ガチャガチャじゃないガチャガチャ好きで消臭力のミニチュアも持ってます。あとね、あ、これもだ。よいしょ。これもガチャガチャでゲットしました。メゾピアノのかわいい。あとおたべっていうこういうお土産のお菓子があるんですけど、そのミニチュアのガチャガチャもあります。あとね、ピュレグミのちっちゃいガチャガチャだったり、あとセボンスターっていう中にネックレスとかが入ってる、なんていうのかなのがあるんですけど、すごいちっちゃい頃それが好きで、そのミニチュアがあったのでそのガチャガチャもしました。ね、東京とかなんかいろんな地方とかに行った時に家族になんかその土地のなんか名産品とかを持って帰るんですけど、家族用には例えばこの前東京のお土産で買ったのはごま卵っていうのがあるんですけど、なんか有名なお菓子で、それを家族 に持って帰って、で私は自分用にガチャガチャして帰りました。そのじゃがりこのガチャガチャをしました。食べ物よりガチャガチャでした、お土産は。ガチャガチャは楽しいですね。こんばんは。おおおお、渚最高、海もビーチもなんだか胸がキュンとする、目と目があって微笑まれてもそう、でもガチャガチャもミニチュアの食べ物のガチャガチャとかしちゃうからどっちにしても多分私は食べ物が好きみたいです。
次の話題が出てくるまでちょっと私のアクスタをちょっと掲げておきます、うん、でも本当になんかポーズがぎこちないレアですね。逆になんか表情もぎこちない。ちょっと肩にでも乗せとこうかな。てるかな。頑張れ。よし、いい感じ。よし。あ。でも今日になっても昨日の目撃者の余韻が抜けなくて楽しかったなって思いながらなんか自分が出演したことが未だ信じられないくらいずっと出演してみたかったので、なんか本当に夢みたいでした昨日は。サボテンは誰と練習しましたか？サボテンはでも動画を見て覚えました。あのレッスン上で踊ってる動画があるんですけど、その動画を見て覚えました。あのその本番の前日に、前日もチーム1公演があったんですけど、その時にあのアキさんが、あのザワちゃんなんかこの後っていうかこの後時間ある？って言ってくださって、はいって言ったら、なんかちょうど H のメンバーもいるからレッスン所に集まってちょっと明日の確認しようって言ってくださって、声をかけてくださって、本番の前日にチーム H さんが集まってくださって、やりたい動線とか立ち位置とかを一緒に確認してくださって、本当に優しかったです。優しい世界です。本当に HKT48 は本当に温かいグループです。ユエルさんが笑顔が可愛くて大人っぽいってメールに書いてた。優しい本当に。そう、これは昨日もお話ししたんですけど、ゆうるさんずっとあの気を気にかけてくださってて、あの朝楽屋に入ってきて、リハ前なんですけど、その時にゆうるさんが「そうちゃん緊張してる？」って声かけてくださって、そしてあの本番前も「そうちゃん緊張してる？」って声かけてくださって、ユニット前も「そうちゃん緊張してる？」ってすごい気にかけてくださりました。そう、優しいです。リーチも K4 もみんな優しいです。もちろん6期生みんなも優しいし。でもいつかこの話を MC で話そうと思って MC ネタにメモしました。そう、まいさんとも一緒にステージに立てて嬉しかったです。わあ、嬉しかったな。なんかずっとずっとの2番の歌い出しがまいさんと同じ歌割りなんですけど、
その時になんか、はぁ、嬉しいってなりました。嬉しいな。ラバーズで炎上路線が見たい。確かに、そう、ラバーズっていうのはあの最上奈々香ちゃんと私のコンビ名というかなんですけど、なんかね、あの2人で配信してる時に何のコンビ名がいいかなみたいなのを話して、私がラバーズとかいいんじゃないって言ったら、あのお、みたいな感じに言ってたんですけど、でもなんか奈々香ちゃんもラバーズ認めてくれてて、ラバーズになりました。でもね、奈々香ちゃん炎上路線すごい似合うっていうイメージが、すぐなんか衣装が頭に浮かぶから、いつかご一緒できたらなとは思います。おお、白熊。かわいいスニッカーぐらい、ありがとうございます。そう、なんかまいさんがなんか結構ね、あの H さんの楽屋でなんかてて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 、あの天国と地獄が流れてて、多分みあの皆さんメイクを早く終わらせるためにその BGM を流してたと思うんですけど、なんかまいさんは多分もうそんなに急がなくてもいい感じにもう完成してたので、だったのにその BGM がかかってたから、あの多分気持ちが急いじゃってて、そう、なんか私が前髪してる時になんかガシャーンみたいな聞こえてきて、なんだろうと思ったら、まいさんがゴミ箱をひっくり返しそう になってて、まいさんがなんか、あ、急いじゃうって言ってて、でも不思議と天国と地獄を聞いたら、なんか自然と早くしなきゃって思っちゃう、でなんか早くなりました、私も。なんかそのテテテンテテテンテテテテテンっていう BGM でいぶきさんが実況してたり、みながなんか実況してたりしました。いぶきさんとみなりんが実況しててもうなんか面白かったです。よいしょ、本当に面白い。ちゃんちゃ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 んちゃんちゃん、ざわちゃま準備遅い方、私は、でもあの制服の目公演に初めて出演させていただいた時が、あの去年のあのクリスマス公演だったんですね。だから結構書き物とかあったり、初出演ということもあって、いろいろ準備があったりフィッティングがあったりとかで、あの結構バタバタしてて、メイク時間が15分でした、あの時。15分で出ました。あの時は結構メイクは早く終わるかもしれないです、私。でもなんか結構最近常々っていうか常日頃思うんですけど、あのメイクって難しいですね。難しいなっていうのを実感して、もう難しい。なんかあのよくなんか、あ、このメイクいいなと思ったらそれをあの写真に撮ってそれを見ながらメイクしたりとかするんですけど、でもその通りにやったら濃くなっちゃうんですよ。でも私が普通に何も見ずに私流のメイクをしたらなんか薄くて、
あの隣にいる子とかにこれどうみたいな感じで見せたら薄いよみたいないつも言われて、それで足していったらまた濃くなっちゃうっていう、本当にメイクがちょっと下手っぴなので、ちょっと上手にメイクができるようになりたいです。私はもう本当に今でもそのなんだっけ、制服の目公演の初日の時に15分でメイクが終わったのは本当に自分でも信じられないですなんでそんな早く終わったんだろうと思ってびっくりしますでも多分ね薄い気がするな、あの日覚えてないけど。そうなんかね あのカラコンとかもなんか入れた方がなんかいいのかなとか思って迷ってたり試したりとかしてるんですけど、もう一個に正解が分からなくて難しいです、メイクって難しい でもね、あのお披露目の時はねカラコンしてたんですよ。実はそう、むしろカラコン以外メイクしてないんじゃないかぐらいあのなレベルなんですけど、昼目の時はねカラコンしてて、でもなんかカラコンはやめましょうみたいななって、そっからつけなくなってってなってそうお昼目カラコンでしたそうだからね、昇格してカラコンに出れるようになったので、でもどのカラコンがいいか分からなくてとかいろいろあって、でも自分に似合うカラコンとかじゃないと多分なんか瞳が大きすぎたりしちゃうから、そう試してみたんですけどちょっと難しかったですだからもう慣れるまではどうしよう。だから私がもしカラコンしてたら、あざわちゃんは今いろいろ迷ってるんだろうなって思ってください試して迷ってるんだろうなって思ってください難しいんだ。チャラチャ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 チメイクが薄いとあの本当にすっぴんみたいになっちゃう気がして、もうどうすればいいか分かんないかなっちゃうんですよね。なのでちょっと勉強頑張ります友達から聞いてたよ、夢のような場所があるなんて、今ナチュラルにちょっとアクスター持ってきてみました。
しい。あ、 UFO 乗って行こう、地球はそろそろ飽きちゃったのよすごい、すみこすみこ、すみこ、なんかサイズ感が気に入っちゃいました。なんかこう持ってるんですよ、こうなんかペンライトみたいに持ってちゃうからちょっとお気に入りになりました。UFO乗って行こうそう、昨日 TNC 秋祭りのではあのツインテールをしまして、懐かしい。でも私、皆さんが好きな私の好きな髪型は何ですか？何が一番好きですか？でも目撃者は絶対にあの髪を巻きたくて、だからあのハーフアップの巻きにしたんですけど、でも次はあのサイドポニーもしたいなって思って、でもあの普通にストレートもなんか良さそうだなと思って、ココテンはツインテールとか、あとはお下げとかが三つ編みとかが雰囲気に合うかなと思って好きなんですけど、なになに？おろしのストレートが多い。本当ですか？確かに最近してなかった気がします。あのモガヒーザワで純情主義をした時以来ストレートしてないかもですね。え、そんなこと言われたら今度したいなクマ、確かにあの私がアットジャムでクマさんヘアしたんですけど、え、嬉しい。ツインテールはハーフコマ、嬉しい。バケツをかぶれのやつだ。三つ編みも好き。確かにポニーテールあんまりしてないかもですね私。ね、ティフとあとはパシャドラで一回やったぶりかもしれないです。あまりやったことないかもしれないですね。したいな。私多分結構三つ編みしてる確率が高くてよくしちゃいます。髪型に迷ったら三つ編みしちゃいます。自分じゃ下手っぴなんですけど、こんな感じ。そういえばね、すごい髪が伸びて諦めの時はこのくらいだったんですけど、もう今はこのぐらいあります。すごい伸びて実感したのが、私多分ちょっと前までこの中途半端じゃないですけどこんぐらいの長さで、このぐらいの長さだとなんかこの後ろにも行っちゃうし前にも行っちゃうし、なんかすごい扱いにくかったのに、多分今は髪が伸びちゃってどっちかの方向にしかずっと髪の毛がいないから伸びたって思いました。髪切る予定とかある？髪切る予定、なんかバッサリイメチュンする予定は今はないです。
けどまたいつかあのお披露目の時みたいな短めの髪の毛もしたいなと思います。いつかのタイミングでできたらいいですね。どんな感じになるかな。こんぐらい。ショートカットはあの私多分寝癖とかが結構つきやすいので、多分ショートにこんぐらいとかにしちゃったら朝起きたらもうボーンってなってる気がするので、結構朝早い時とか多いからショートには、うん、今はできないかもです。でもいろんな髪型してみたいなと思いますね。逆にまだやったことない髪型って何があるんだろうと思って、何があるんですかね。私結構多分ほぼやってきた気がして、何やったことないんだっけな。あのハーフアップのお団子とかはやったことないかもしれないです。何したことないんだろう。怖気ではない、 Everybody got a sedentary。 怖気ではない、 Everybody got a sedentary。広い砂漠の真ん中で超絶可愛い、金を探すのも楽じゃない。確かに猫耳やったことないです。私あの一回イカナちゃんの生誕祭で豚耳をやったことあるんですけど猫耳やったことないですね。確かに言われてみればないや。サボテンの髪型どういうこと、どういうことどういうこと。羊はねしたことあります。羊ん、羊ってこれですっけ。あ、これか。あ、ないかも。いや、あるっけな。いや、ないかもないかも。あのクラゲヘアはしたことあるんですけど、羊ヘアはないかもしれないです。なんかこういうここに輪っかがある髪型はしたことあるんですけど、ここにある羊ヘアはしたことないです。今度やります。よし、お団子はあのパジドラの時に一回やりました。ジャンヌの時に一回やったので、一つ編みの三つ編みも確かにラプンツェルみたいなやったことない。なるほどなるほど。なんか最近なるほどっていうのをなるほろって言っちゃいます。なんかあの結構なんか不意にああなるほろって言っちゃうけど、みんなにで、みんなにっていうかっていうよりはあのモガヒーザーとかで一緒にいるときによく出ちゃいます。家族の前とかでなるほどって言っちゃう。だからみんなも使ってくださいなるほど、ホロホロしてそうちなみになるほどを進化させたらニャルホローになります。ぜひ使ってください。うんみんななるほどって言って、おおすごい。あ、でも眠い時でもね出ます。眠い時でもなんかあーなるほどって
ぜひ使ってください。サーボテンとゴールドラッシュ、めた時間で待ってるよ、照りつける太陽の下、土砂降りの汗をかこう、がむしゃらに生きてゆこう、怖気ではない。明日から会社で使いますなって言いましたね。目撃者何の曲が一番好き？私は昨日も言ったかもしれないんですけど、曲に関しては本当にどんな曲でも大好きで、本当に楽曲 DD なんですよ。だからどんな曲全部好き。でも目撃者公演のゲネを見てすごいなんか惹かれた曲は美しきもので、ひろなさんの卒コンの時にずっとずっととポップスターにときめいて、自分でっていうか練習してる期間はアイムクライングに惹かれて、で何だっけ、公演が終わった後はマテオノとパイオニアに惹かれて、多分私このまま一周しちゃうと思うんですよ。一周しちゃうから、だから一番決めるのが本当に難しくて、逆に何の曲が一番好きですか？摩天楼までその手伸ばして掴もうとしているものは、一番歌いやすい曲、どの公演、全公演共通でってなると、私多分高い声だと声がかすれちゃう時があって、私すごい多分声の何て言うの、声域っていうのかな、声の幅が多分低いのも、低い声も出せるしなんですよ。どちらかというと低い声を出す歌の方が得意なので、ジャンヌ・ダルクとかそういうのが好きなんですけど、歌いやすい、トイアズレーターの中川さんポジの時の歌わりが、明日ここで会おうなんて一行だけの不意のメールの心が歌いやすいです、私は。ポップスター、摩天楼、美しきもの、もう全部に共感できます私は。わあ、いびつも素敵。私も全部。ザーちゃんのジンジャースギ好き、わあ、ありがとうございます。私も好き。あ、違う、なんか今の言い方でずっと自分のお互い好きみたいなの言っちゃったんですけど、私も純情主義が好きです。好きだね。チャ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 ナナナナナチャララララ、きしむドアを。あ、でも確かに私が一番歌いやすいというか声的に歌いやすいのは2 years later かもしれないです。愛をくれ、愛したいと。目撃者のイントロ、ポップスターなんですよ。わー、わかります。なんか目撃者のイントロ来ると、あ、来る来るってすごいドキドキしちゃいます私も。
古典だったらどの曲が歌いやすい？古典、うーん、わー難しい。世界に落胆してかな、あ、ドガ、ドガが私歌いやすいかもです。あの、私は歌い出しの僕はあれから向かい続けたなんですけど、歌いやすいです。私はドガですかね。でも全部なんか結構可愛い曲が多めだったり、でもいろんなジャンルがあるので、ここ点はなので どの曲も好きだし歌え、あーでも全部好きです、ここ点カトレアの花を見るその時に、その度に思い出すの。48グループ全体だったら私は君にじ君を守りたい、あ名曲ですよね全体。あ難しいな、なんだろう、でも本当に、でもファーストラビットとか最初のうさぎに、平野さんの卒業公演でやってたファーストラビットも好きだし、でもキングチックとかそういう曲も好きだし、あの大声ダイヤモンドとかも好きだし、ラブトリップは、ラブトリップ、あ、永遠プレッシャー私も大好き、オンリーズだよ、どうしても、わあでも好き、わ、遠距離ポスターも名曲ですよね、あーもう全部好き君はメロディー私もう好きです、君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー好きだよと言えず全部好き私に期待しないで理想の彼女になんてきっとなれないプレッシャーねえ、でも本当にいい曲がたくさんなので、好きすぎて好きすぎて、希望的リフレインもいいですよね、うん全部全部、さっきねつぼみの中で一番好きな曲はって書いてたから考えたいんですけど、私あの結構セリフが出てくる歌が好きで、脳幹とか声の傾向と対策とかすごいあの 歌っちゃいたくなります。あの希望のすぼみ公演の初日はお昼も夜もあの見学したんですけど、あの夜公演はあの一緒に歌いましたフフ友達の紹介なんて無理無理かわいい方が、でも全国のもし3位やるやん、そうよね、ね好きだ虫アイドルなんかじゃなければちゃちゃだと伝えられるのに、初めての切なさどうやってもしサイズあっち言ってそうだってね、ちょっと会ってないうちに見違えるくない、
チャン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 耳爪を立てて躊躇しないでどうしても君が好きだ、どうしても君が好きだ。でもそういえばこの前 AKB48 さんもちょっと早口になっちゃった。あの AKB48 さんのリクエストアワードがあったじゃないですか。であの夜風の仕業、あのゆきりんさんのソロ曲が本当に好きで、私夢のルートも分かります。私本当にあの48グループもが大好きなので、あの歌えますわあ、でも待って待って、調べたい。私は何の曲が一番好きなんだろう。え、でも本当に全部好きだから、うーん、え、難しい。でも HKT の曲で一番何が好きかなって考えると、それも難しくないですか。でも私は初恋バタフライと、あと恋の指先と、あとあ、もう本当にいっぱいあるんですけど、でもなんか初恋バタフライはなんかミュージックビデオから全部好きで、もう 何もかも大好きで、歌詞も大好きで、あの一回モヒーザワで3人で書いてる時に、あの一緒になんか歌詞の考察っていうかのをしてたんですけど、その時にあの初恋バタフライってなんかこういうことがあって、こういう歌詞がこういう意味を持つよねみたいな話を一緒にしてて、あのそれですごいなんか確かにと思って好きだし、あとはあの私がコンサートで初めてあのセンターに選んでいただいた曲で、メルサンポジをさせていただいた曲なのですごい好きで、でもそれで言うとあの HKT の曲で、あのウェヒーザーの3人で歌詞の考察することがたくさんあって、そう、あの本当にいっぱいあるんですよ。だからあのその度に好きな曲が増えていて、大人列車とかも、ちょっと早口になっちゃうんです。ちょっとダメだ、ゆっくり話そう。チェーンオブラブも素晴らしいですよね、本当に。ねえ、生きてる意味を、なんか本当に歌詞が染みますね。そこにいる確かな壁ができる、本当に役に、なんか結構一番の歌詞とかあの披露されることが多いじゃないですか。でも結構2番の歌詞がすごい、なんかその1番の歌詞を踏まえての2番の歌詞がなんかすごいなんか素敵で、だからフルで披露する機会があるときは本当に嬉しくて、あの早送りカレンダーとか結構あの今年の夏はフルで披露させていただくことが多かったんですけど、あと大人列車もあの TIFF でフルで披露させていただいたんですけど、本当に嬉しくて、お願いバレンティネも好き、お願いバレンティネ、カモミール、あー私もカモミール、なんかあのサビももちろんなんですけど、歌詞普通にヒラメロの歌詞とかもすごいいいですよね。カモミール、カモミール、君がいないとくれたのは寂しい、やばせ愛だった、コーヒーが一番好きだったけど君に教えられた、どうしてそのことが
分からなかったのか。君が機嫌直して帰ってきたら、僕に本気で謝らせてよ。カモミールも大好きなんです。カモミール君と。ライブでフル聴けると感動する。わあ、確かに。私もなんかセットリストとかが送られてきた時に何々フルって書いてたらすごいテンション上がります。ってなります。3引くにもなんか切ないですよね。本当に切ないけど、なんか曲調も相まってさらになんだろう、なんか深く刺さるというか。人差し指の銃弾、幕張で11周年のコンサートやった時に、人差し指の銃弾の最初ソロダンスを確か先輩方がやってらっしゃったんですけど、それがすごい印象に残ってて、かっこよくて白日夢も、あ、でも君はもっとできる。本当に本当に、なんか私初めてあの曲をフルで聴いた時すっごい感動しました。しかもね、初選抜ということもあってすごい刺さりました。君はもっとできる。ちょっと足がしびれてきた。よいしょ。この世界が雪の中に埋もれる前にも好きです、もちろん。こんな雪たちが呼吸の熱にどれだけ溶けてしまったのだろう。うわあ、もうなんか曲の話をしだしたら多分食べ物と一緒で、あの一生喋り続けちゃうかもしれないです。大人列車、僕はまだ乗れぬまま、見送りながら胸の奥。ぐにゃっと曲がった。私も好き、あのサエミリーさんのミュージックビデオが、うわあ、好きです。私もクククククにゃっと曲がった。季節のせいにしたくはないけど、うん。君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。静電気みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ。女の子でも走らなきゃ。花さんの鼻歌歌ってる。わかります。走らなきゃ走らなきゃ、会いたいんだもん。私は本当にでも確かにあの HKT48 に入ってからなんか歌詞を深く読み出したかもしれないです。なんかこういう歌詞だからこういう表現ができるなとか、そういうのにつながってくるので、それでまた曲を好きになりました。ね、あれ引き身にHKT リクワワやったらザワチ一緒ひな壇にいそう。私は本当に多分どの曲でも多分全力でコールすると思います。多分ファンの方と同じ目線で
始めようか仮想の恋愛、うん、OK。 スイフ嵐に読み読めるいつもぶち上がってしまう。わかります、わかります。私もパジャマドライブ公演の曲の中で何が一番グッグっていうか、どの曲が一番好きですかって1曲しか選べないけど、何何ですかって聞かれたら多分私はスイフって答えると思います。でもパジャドラも一周回ってスイフにたどり着きました。スイフ大好きです。激しい嵐も力に変えろ、未だ胸も霞んだ瞬光。かわいい。君のその仕草に燃えちゃって、そんな切ない切ない瞳で見ないで表面上流。でも実は家にCD ゾーンみたいなのがあるんですけど、そこにいっぱいあります、 CD が。多分皆さんほどではないと思うんですけど、あのメロンジュースのあのメルさんのカードかな、なんていうのかな、が入った CD を持ってて、宝物です今でも。かわいい。世界中で一番好きなのに気づいてもくれない。はぁ、咲かないと諦めてた白いチュワリップ。あ、カードサイズのカレンダー入ってたよね、だって。なるほどなるほどなるほど。私は皆さんと同じくらい48グループが大好きなので、アイドルが好きなので、多分たくさんね、お話できると思います、アイドルに関して。アイドルとてか48グループとアイドルと、あとはご飯については一生話せます。一生話せます。なんか曲の話ですごい喋っちゃった気がする。すごい話しちゃったかも。よし、ちょっとここで休憩タイム入ります。はい、ということで、多分本日5回目くらいの私のアクスタです。あ、バレちゃった。そう、今ね鼻歌でお一人様天国歌ったんですけど、すごいワンフレーズだけでバレちゃった。そう、私すごい菜々香ちゃんと食の好みが合うんですよ。びっくりするくらい、この前の中ちゃんと今食べたいものをせーので言ってみようっていう風に言って、せーので本当になんかどのジャンルとか見てないんです。がっつり系とかスイーツとか何にも言ってないのにチョコミントっていうのがかぶって、そう、なんか新大久保とか行った時も食べたいものが
なんか今食べたいものが同じで半分こするとかよくあって、本当に野中ちゃんと食が合います、とても。そう、あのクルタンさんもすごいアイドルが好きじゃないですか。だからあのバケツをかぶれのミュージックビデオ撮影の隙間時間にあのアイドルの話をしてました。あのそれこそ AKB48 の曲の中で何が一番あの好きですかとか、そういう会話もしてMaybe Maybe 好きなのかもしれない、青い空には雲は一つもない。マイさんもアイドル好きだよ。あ、なんかインスタのストーリーでなんかよくアイドルさんのストーリー上げてらっしゃったりしてたから、今度お話ししたいなって思いますクリナさんもアイドル好きよ、はお話ししたいな私はあの言い訳メイビーをあの6期生公演、6期生1周年公演があの5月にあったんですけど、その時に追加曲で言い訳メイビーを歌った時にあのセンターにを任せていただいて、でその好きだも一人で言うパートがあったんですけど、そこでなんかもうコールが解禁されて俺もっていうのがすごい感動して、今でもすごいなんかそのなんか感動を覚えてます。自分が言う側になって、しかもそれを答えてくれる人がいらっしゃるんだっていうのにすっごい感動して、それをずっと覚えてます。好きだ俺も好きだ俺も好きだ、君のことが、あ、本当は好きだ、 Maybe Maybe そんな勇気はないその私がすごい気分が上がったことがあって、結構前の話なんですけど、私薬局に行くのが好きで、よく薬局でグミとか買ってるんですけどそう、その時になんか聞いたことある曲が聞こえてきたと思ったら、ラブトリップが流れてきて、すごい湧きました。だからラブトリップが終わるまでは店内にいました、全部聞きたくて嬉しかったな。あとお洋服買いに行った時にサクタベが流れてきて、地味に踊りました、ちっちゃくバレない程度に踊りました本当になんか薬局は見つけると入りたくなってしまいます。なんでだろう。本当に。I love, 愛してる。愛してラブルも好きです。この曲はこの前サシコとソレイユのビューイング、フィルムビューイングした時に、その時のセットリストに入っててそこからずっと聞いてます。すっごい盛り上がるじゃないですか。だからいつかね、コンサートとかで出みたいです。ジェリービーンズ口の中入れた時、
当に皆さん飽きてないですか？すいません、こんなになんかいっぱい話しちゃって。わあ、優しい。メールって聞けて嬉しいです。ありがとうございました。ちょっとあのその言葉に甘えまして、ちょっとまだお話ししたいです。そう、私本当になんか好きな曲が多すぎて夢の途中まだ未来はずっと先の見えない場所、まだまだ成長してないから絶対合わない、パレオはエメラルド。そう、付き合えないの本当にごめん、今の私は恋愛禁止中、あなたのことは大好きだけれどルール破って恋はできない。そう、そう、ナッピ、あの平野さんの卒コンの瀬戸里が本当にあの大好きな曲だし、もうす本当に最高の瀬戸里すぎて、私はそのセットリストを作って聴いてます。飛行機とか乗るときに、私あの実はいろんなセットリストがあって、自分の音楽アプリにひろなさんの卒コンだったり、あとはシンプルにお気に入りの曲だったり、そう、なんか頑張りたいときに聴く曲だったり、いろんなセットリを組んでるんですけど、そう、グーのねは組ん、1グーのね、2グーのね、モニカ、だってモニカから始まるの最高すぎて、本当にモニカモニカ、アンクレットも11月のアンクレット、今でももう本当にあの、そう、あの私あの昔あの AKB48 さんが好きで、そこから HKT48 にハマってってあったんですけど、あのその時に AKB48 さんのイメージって結構チェック柄じゃないですか。だからチェック柄のお洋服だったりスカートだったりを買ってもらって、それをずっと着てました。あのカラオケで、いつだろう、それこそ保育園の時とかに、その会いたかったを歌ってる動画が、あの昔お母さんが使ってたガラケーに多分まだ入ってて、そう、だからどうやってあのこどうやってそのデータをスマートフォンに転送すればいいのか分からないんですけど、でもその時の映像を見てすごい懐かしくなりました。会いたかった、しかもね、その時あの 歌うことが好きだったんですよ、昔から。だからあの多分音程すごい外れてるけど、すごい大きな声で歌ってて、なんか子供だって思いました、自分が。よいしょ。あ、そう、これもこの話もしたかった、あのこの前あの東京でちょっと空き時間があった時に AKB48 劇場に行ってみたんですけど、でもあのロビーの会場が5時からとかで、
中には入れなかったんですけど、でも7階までエスカレーターで登って行った時に、あの初めて AKB48 劇場に行ったんですけど、そのエスカレーターの横に今までの歴代の CD のジャケ写がたくさん貼られてて、すごい感動しました。そう、すごいワクワクして、あのいっぱい写真撮りました。本当に、しかもあの8階じゃないですか劇場って。だからあのそれまでのなんかエスカレーターに乗ってる時ワクワクが止まらなくて、もうずっと楽しかったです。エレベスカレーターに登るだけで楽しかったので、またいつかね、行く機会があれば壁写真も見てみたいなって思いました。ちょっと待って、足がよいしょ。でもあの HKT48 劇場に自分の壁写真が貼られてるのもすっごい嬉しくて、本当に嬉しいなって思います。ありがたいなって思います。わあ、なんかもうすぐオリジナル公演 AKB48 さんがっていう話を伺ったので、いつか見に行きたいなと思います。私も見に行ってみたいです。そう、自分が壁写になる日が来るなんて思ってもなくて嬉しかったです。しかもあのお披露目の時に HKT48 って書いてある T シャツを着たんですけど、それを着れたのも嬉しくて、懐かしいな、あのお披露目が懐かしい。もしこの世界から故郷が消えたら、そう、まいさんの壁写真はあのポニーテールしてらっしゃって、もう本当にめちゃめちゃスーパーウルトラ可愛いので、ぜひ劇場で見てください。本当に可愛いんです、本当に可愛いので。ね、ということで、じゃあちょっとそろそろ話しすぎてしまったので、ちょっとランキングを読みたいと思います。はい、13位、レム太郎さん、ありがとうございます。12位、ピンストライプさん、ありがとうございます。11位、鉄五郎三世さん、ありがとうございます。10位、中島優さん、ありがとうございます。9位、ゴンタちゃんさん、ありがとうございます。8位、中村高春さん、ありがとうございます。7位、焼肉ゴジラの世界征服さん、ありがとうございます。6位レイさん、ありがとうございます。5位、もっちゃんさん、ありがとうございます。4位、MJ ジュニアさん、ありがとうございます。3位、つよし12秒さん、ありがとうございます。あと2位はキリン太郎さん、ありがとうございます。あと1位は久保哲さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいたくさんお話ししちゃったんですけど、見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。皆さんのおかげで楽しくお話しすることができました。
コメントもギフトもありがとうございます。ではまたお会いしましょうおやすみなさい。またね。